今回絶対に成長していく企業ランキングとリアル意識高い系ですね、これはね。求人が潤うとか、うなるほどお金持ってるんですよね。桁違いのお金が集まるってね、就活で入っても絶対あんまりメリットはないと思うんですけど、自由度が高い企業である可能性が高くて、社員旅行とか行けるんですね。選択肢の一つとして頭の片隅に置いておいてもらえればなと。内定チャンネル一つの方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、優良企業をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。 DYM 人事部、熊谷です。伊藤夏樹です。鴨本です。伊藤と学ぶ就職活動、イエーイ久しぶり。そうですね、はい、久しぶり。今回絶対に成長していく企業ランキングということでですね、いくつかの要素を項目から分析していければと思うんですけれども、まず一つ目が SDGs ですね。あの前回別の動画でも出しております、こちらの17個おさらいでフリップに出しておりますが、この SDGs の取り組みにはですね、この売上高に加えて非財務情報を載せた統合報告書ということに開示されていることが多いということです。なのでこの SDGs を意識して経営をしてますよという企業がさらにこう成長していくためにプラスアルファ3つ必要な観点がありまして、それがいわゆる ESG ですねと言われているもので、環境、社会、ガバナンス、これの頭文字取ったものというふうになっております。なのでおそらくこの、従来のいわゆる財務諸表とか財務情報ですね、売上だったり利益だったりとか、中期経営計画みたいなところだけではなくて、それ以外にこの SDGs を意識したどんな取り組みをしているかというところを考慮して投資していくというのはこの ESG 投資と言っていくみたいな流れになっているということでございます。この ESG 投資に移行していくにあたって、企業というのはその目先の単なる売上利益だけではなくて、事業を起こす段階からですね、その会社だけでなくて環境だったりとかガバナンスだったりとかというところをこう考慮して進めていかなければいけない、そういったリスクマネジメントが必要になってきましたよということで、統合報告書により細かくこういった取り組みを記載するような傾向になってきてますよという世の中の流れだそうでございます。僕も株元さんもそんなに慣れ親しんでいなかったこの SDGs なんですけど、なんかこれにしっかり取り組んでる会社に入りたいとかっていうニーズを持っている学生さん、就活生増えてるらしくてですね、高いですね、はい、リアル意識高い系ですねこれはね、じゃあそういった学生さんが、どんな企業がどういうふうに SDGs とかこの ESG に取り組んでるかっていうのを、じゃあどうやったら見ていけるかっていうところの解説の動画っていう感じですね今回。はい、じゃあ企業は SDGs に、はい、積極的に取り組むことで求人が潤うから、今までかかってた求人広告費用が浮いて、結果利益が出るっていう、そういうビジネス観点なんですかね。ただやっぱりじゃあその SDGs って何ぞやみたいな、ただイメージついてない方たくさんいると思うので、ちょっと女性陣にですね、いろんな具体的にこう企業さんにも得られてる SDGs の内容ちょっとお伝えするので、それがこの17個のうちのどれに当てはまるかみたいなクイズ形式で、はい、お送りできればと思いますが、では例題1、みずほフィナンシャルグループさんですね。いわゆる LGBT など性的マイノリティの方に対して人事福利厚生制度での支援や職場環境の改善に取り組んでいますというものはどれに当てはまるでしょうか。5番のジェンダー平等を実現しようですね。大体正解らしいです。はい、続きましてTOTOさんですね。 TOTO 水環境基金を通して環境保護団体などに補助金を出している。環境保護多くないですか、環境保護系、はい、多いですね。14、15らへん、はい、そんな気がします。大体正解、大体正解、大体 OK です。続きましてヤフーさんですね、緊急地震速報などの災害情報をいち早く伝えるアプリの開発など、安心して住み続けられる街づくりに貢献する。あ、絶対11ですね。大体正解です。やった。というのは明確に絶対これを狙ってますみたいなのが別に企業さんが発表してるわけでもないので、憶測ベースの正解ということで、どういった取り組みが明確にこのカテゴリーにはまってますよとかっていうのを、別にそこまでこう何て言うんでしょう、細分化して取り組まなきゃいけないものじゃなくて、こういった物事に取り組んでいきましょうっていう中での一施策だったりするので、はい、あくまでご参考までにということです。これら踏まえた上でちょっとネクストユニコーン企業ランキングですね、はい、見ていければと思うんですが、未上場でいわゆる大きく成長した企業というところですね、はい、未上場で時価総額企業価値が10億ドル以上ということは、だいたい時価総額1000億オーバーぐらいという感じですかね。ランキングこれご覧になって、鴨本さんいかがですか、何か読み取れるものとかあります？そうそうたる企業が並んでますよね、はい、創業社長はうなるほどお金持ってるんでしょうね。急に SDGs からお金の話に。就活生あんまピンとこないと思うんですけど、はい、上場せずに、
大きくなるって、はい、結構難しいことなんですね。そうですね、うんうん、なんでかっていうと上場をすると会社の資金を投資家からいっぱい集められるようになるんで、はい、桁違いのお金が集まるんですね、うん、だからそのお金があれば大きな工場を作れるとか、うん、大きななんか商品を作れるとかってなるんですけど、はい、上場してないと投資家から集められることも全然できるんですけど、上場してる時よりもなんかこう大変なんですよ、お金集めてくるのがね。だからその状態でお金資金が集まりづらい状態で会社をどんどんでっかくするっていうのはすごく難しいことなんで、まあユニコーンみたいな感じですごい レアなんですよね。この段階でもう就活で入ってもぶっちゃけあんまりメリットはないと思うんですけど、まあ、ここまで来たらいつでも変なし上場できるんですよね。そうですね、うん、上場したらなんだって話なんですけど、はい、Amazon かなんかとかってボーナスを株でもらったりとか、はい、あの外資は結構多いですよね、はい、ボーナスストックオプションでもらうタイプ増えたりするんですか。あるいは会社がでっかくなったら、うん、あの株の価値がどんどん上がっていくから、そのみんなで会社をでっかくして辞めるときまでに儲かってるといいねみたいな、うんうん、業績上げようっていう意識がその方がこう社員みんなが高まるんで、うん、ストックオプションにしてるっていう会社結構外資上場企業多いですね。就活生の軸として上場してないっていうところは結構硬くないっていう、まあ、ちょっと一言で言うの難しいんですけど、はい、自由度が高い企業である可能性が高くて、うん、で上場するとあの企業って結構その株主のものというか、うん、投資家のものになってしまうんですけど、上場してない企業は会社のお金で社員旅行とか行けるんですね。そういうお金を使っても別に株主に怒られないわけですから。そうですね、はい、うん、でも上場してると、いや社員旅行なんてやってる暇あったら俺らに還元せみたいな感じになってしまうと、そうですね、そういうなんかその上場してないからこそできるなんか自由なお金の使い方だったりとか、うん、まあ、福利厚生だったりオフィスに金かけたりとかっていうところが誰にも怒られずに、はい、あの身内だけでできるんで、うん、あの上場してない企業の方が体質的にこう向いてるっていう就活生はいるかなと。そうですね、はい、とはいえね、会社によるんで、まあ、別に上場してなくても固い会社っていくらでもあるんで結論 SDGs がトレンドなんで、そこを、まあ、積極的に、ね、取り組んでいる企業と、はい、ユニコーン企業になりそうなところっていうのは、はい、就活生の選ぶ軸として一つ、うん、選択肢の一つとして頭の片隅に置いておいてもらえるかなと思います。はい、じゃあ本当ありがとうございました。ありがとうございました。